ねえ、1年にお休みって何日あるの？祝祭日に限ると16日だよ。へー。じゃあ祝祭日の祭日って1年に何日あると思う？うーん、有田さんは知ってる？これじゃあ森さんお願いします。何分かんねえの当てがってんだ森さんに。分かんない、分かんない。お前責任持って答えろ。森さん言ってくださいよ。いや、分からないから言ってくださいよ。5日、5日です。祭日は1年に0日でした。ひどい引っ掛けだなこれ。はえ、どういうことじゃ。祝日ばっかり。祭日のお休みは日本に存在しない。そもそも祭日とは皇室で祭事を行っていた日のこと。祭日だからお休みという休日はもう日本にないのです。